はい、チェンバリンです。今回は YouTuber 福さんが開発に携わっているワイルドテックギアケース L の中身紹介動画になります。このチャンネルは30代会社員中堅キャンパーがキャンプギアの紹介やキャンプの様子をお届けするチャンネルとなっています。ぜひ最後までご覧いただき、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ギアケース L のですね、中身がだんだん決まってきたので今日はその紹介をしたいと思います。はい、今日はちょっとキャンプに来てるんで外でギア紹介ですねしたいと思います。はい、ということで、結構ギアケースの最初ちっちゃいやつを愛用してたんですけど、使ってみるとこのギアケース L が、かなり使いやすくて今気に入って使ってます。はい、まずですね、外にこうポケットいろいろついてるんですけども、まず正面に入ってるのはこれコースターになるんですけど、このコースターは簡易的なちょっと巻き割り台として使ってます。こちらですね、巻き割りくさび2っていう、巻き割りが結構簡単になるギアなんですけども、やっぱりこういうとこで、打ち込むと結構下にズボズボとこう埋もってしまうんですけども、コースターこれ1枚置くだけで結構これだけでも沈まなくなります。はい、まあ巻き割り台あった方がいいと思うんですけど、僕はこのコースターを使ってこれを一応巻き割り台としてます。ちっちゃいし軽量で、かなりいいですね。分厚さも結構あるんで愛用してます。まあ安いですしね。そして、この後ろのポケットには、はい、この前先日紹介させていただいた、UL 火バサミですね。この火バサミ入れてます。これはかなり使いやすいですね。はい、そして反対側のポケット、ここにはダイソーの着火剤入れてます。はい、何かあった時のために。まあでも最近結構着火剤使って、火つけることが多いですね。まあ、一応こういうとこモールシステムで、こんな感じで外せるような感じにもなってますけど、これは使ってないです。カラビナは何かと使えるんでこれでつけてます。はい、早速中身ですね紹介したいと思います。まずはこちらですね、よいしょ、まずこれはですねライトスタンド、まあこれランタンポールですね。めちゃくちゃ軽量なランタンポールです。これも紹介動画上げさせていただいてるんですけども、これかなりいいです。はい、結果として使ってみてよかったです。めちゃくちゃ本当に軽いん でしかもこのギアケースの中入っちゃうん でランタンポールで軽量なものを探しの方これ結構いいかなと思います。はい、これはファイヤースターターですね。最近あんま使ってないですけどファイヤースターターここに入れてます。はい、でこれがベルモントの、焚き火ブローパイプですね。結構長くなるしこんだけ伸びてくるんで、はい、この持ち手もいいですね。使いやすいです。かっこいいですね。ここ真鍮ですね。これ一応外せずで、洗えるようになってます。はい、でこちらが、シルキーなゴムボーイですね。210かな。ギアケース L で結構大きいノコギリ入るんでもうこれ入れてます。ノコギリはこれでいいですね。本当に使い勝手いいです。これは買い替えの必要ないですね。かっこいいし。はい、でこちらは、はい、これ前も紹介したキャプテンスタックのペグハンマーですね。ショート丈のペグハンマーです。めちゃくちゃ使いやすいです。これ本当おすすめです。はい、ショートハンマーをお探しの方これかなりいいと思います。まあ、ちょっとやっぱ使うとこんな感じで汚れますね。ちょっと剥げたりとかしますけども、これは本当使いやすいです。はい、そして、モーラナイフですね。これはステンレスですね。もう何にも問題ないですね。ちょっと欠けてますね。若干欠けてる感じありますけど問題なく使えてます。もうこれも買い替える必要ないですね。でこれ一応100均のこれ風防ですね。はい、まあ何かと使えるんで入れてます。それもここの中にスポット入っちゃう。はい、であとはここに、火付け道具とかですね入れてます。はい、マッチとか麻紐とかですね。
これも一応皮膚希望ですね。はい、こんだけ長くなる皮膚希望、これも使えますね。はい、でこの中にあとロープとかペグとかもこの中に入れちゃってますね。今設定して使ってないんですけど、はい、こういうペグですね、こういうのも入れれます。はい、で今日これ使おうと思ってるんですけども、焚き火台ですね、チタン製のウッドストーブです。はい、こんだけ小さくも止まるんで、はい、これもかなり便利ですね。やっぱこういうものが入れられちゃうんで、ギアケース入れかなり使いやすいなと思ってます。はい、こちらこんな感じですね。はい、じゃあ今度反対側ですね。はい、ここにはですね、まずカトラリー関係ですね、カトラリーキッチンフェンス入ってます。1個目がこれフェデカのナイフですね、折りたたみ式のナイフで、私が、この柄の部分は DIY して作ったものになります。ちょっと刃がちょっと若干錆びてますね。はい、どうしてもこれ自分から作ったんで愛着がかなりありますね。木が今のところこう腐ったりとかはしてないですね。使えます。はい、でこちらはグリップですね。熱いもの持ったりするときも結構これ使えます。こっちでクッカーをこう握ったりもできますし、ここで熱いものを掴んだりとかできます。使えます。はい、でこれはチタンの、フォークとスプーンが一緒になったやつですね。はい、バンドレスボヤージのチタンのものです。はい、これダイソーのお箸は、まあこれはそろそろ買い替えようかなと思ってます。やっぱこれくる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 外れちゃう、結構外れやすいですね。最近も折りたたまずにこのまま使ってるんで、もう普通のお箸でこの長さ持ってこればいいかなと思ってます。でフォークとナイフ、ナイフじゃないや、フォークとスプーンですね、使ってて、これも最近スティックターボ2からですね、やっぱこっちの方がいいだろうっていうところで、アッソブのスティックバーナーですね、これも紹介動画あげましたけど、めっちゃ強いっす。はい、これはいいですね、これで火付けできます。はい、でこれはお玉です。でカトラリーはこんな感じで、でこれですね、まだ動画で紹介はしてないんですけども、味込みさんっていうところですね、鉄板とこのケースです。これかっこいいですよね。でこれは、ここにこう足をつける形になるんですけど、でこれはここに絵を、そして閉めると、はい、持ち手になりますね。結構分厚めの鉄板ですね。これちょっとロマン枠として購入しました。今シーズニングしてるんで、ちょっとまだ育ってないですね。これから育てていきたいなと思ってます。はい、持ち手もなんかもうちょっとかっこよくしたいですね。これ薪から作ったやつなんですけど、はい、あとはこれが外の ST3C バーナー全部入れちゃってます。まあ、こんな一気に持ってこなくていいと思うんですけど、これ ST310 ですね。はい、入りますし、これはアミカスですね、外のアミカス OD 缶のバーナーですね、入ってます。であとはポケットストーブですね、まあ、固形燃料を使うための、ポケットストーブを使ってます。なので固形燃料とOD 缶と CB 缶は一気にこれで使えますね。まあ、アルコールバーナーとかも入れてもいいんですけども、でこれは、クワスという遮熱テーブルですね。 ST310 使うときにこれあった方がやっぱり使いやすいですね。ごとくとしてかなり優秀なんでこれ入れてます。これ結構重たいんですよね。でこれ入れて持ってます。はい、こんな感じで鉄板とカトラリーと、はい、入れます。結構これ入っちゃうんで、本当にちょっとキャンプパッて行きたいなって思った時に、これまとまってるとこれも出すだけでいいんで、かなりこれ重宝してますね。はい、気に入ってるギアです。
素晴らしいですね。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。キャンプ道具収納ですね、結構悩んでる方多いと思うんですが、このギアケースぜひ検討してみてはいかがでしょうか。はい、そして Amazon プライムデーの動画を見ていただきありがとうございました。皆さん何変わりましたかね。またコメントで教えていただけると嬉しいです。はい、そしてこちらチェンバリンチャンネルはインスタグラムをやっております。ぜひですねフォローしてチェックをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チェンバリンでした。